今日はね、まあ、ちょっと、そんなにめちゃめちゃ話題になってるわけではないかもしれませんが、愛国者の皆様に、まあ、残念なお知らせというのがありまして、で、これがね、結構すごい内容なので、ちょっとご紹介していきたいなと思うんですけど、まあ、ある裁判の、まあ、判決が出たんです。お前、差別主義者だよね、と。いうことで、賠償金が死ぬほど多いっていう。これね、多分あんまり見たことないというか、僕全く見たことないぐらいの、まあ、判決が出たんですよ。これまで、まあ、私のコメント欄にも出て、ちょいちょい定期的に出てきますけど、差別の定義は定まっていないっていう人とかいるじゃないですか。でも、司法は、そんなんで、調子乗るなよ、という形で、まあ、巨額の賠償金判決を出したんですよ。これね、本当にね、まあ、差別的言動を繰り返してるアホは震えて待てと、まあ、言える状況になったという可能性もありますので、まあ、今後のちょっとこう新しいね、世の中につながっていくみたいな可能性もあると思いますので、まあ、ちょっと皆さんにも知ってほしいという意味で話していければなと思います。で、本題先だった昨日ね、ちょっとツイ、えっと、メルマガを送りましたので、登録者さん見てくださいというのと、明日22時から、また限定配信というのをやります。今週はインターネット以外、ここ半世紀で、まあ巨大なイノベーションが生まれない理由について、まあ、述べた文献をちょっと紹介させてもらってますので、興味あれば、参加してみてもらえたらなと思いますので、まあ、概要欄から見てみてください。あと、チャンネル登録ね。チャンネル登録。はい。あ、チャンネル登録のあれにするの忘れてました。これね。はい。チャンネル登録してくださいね。よろしくお願いします。で、ちょっと本題に入っていきますが、まあ、大手紙では東京新聞が、まあ、一番大きく報じてたので、まあ、少しだけまず見ておきたいんですけど、12日の東京新聞で、まあ、次のようにあるんですね、その裁判について。川崎市で、日本人と外国人の交流施設の館長を務める、在日コリアン3世のチェ・カン・インジャさんって読むんですかね、多分。さんが、祖国へ帰れとするブログ投稿で苦痛を受けたとして、筆者の男性に約300万の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁川崎支部は12日、ヘイトスピーチ解消法に反する差別的投稿だと認定し、男性に194万の賠償を命じたと。で、桜井裁判長は、在日コリアンは日本の敵だと根拠なく断定し、排斥を煽ったと指摘。尊厳を害されず、平穏に生活する権利は、外国出身者も日本国民と同様に享受すべきだとし、投稿は憲法に由来する人格権を侵害したと結論付けたとあるんです。はい。で、これ、まあ、裁判勝つのは当たり前なんですけど、やっぱすごいのは、俺、賠償金のデカさですよ。194万って結構すごくないですか？何て言うんですか、こういうのっての、まあ、とんでも発言を、まあ、するっていうのは、まあまあ、私もいろんな裁判紹介してきたことありますけど、まあまあ、せいぜいね、まあ、2、30万とかがよくあるケースで、多くても100万いってるのを、まあ、見たことがないぐらいの世界観だと思うんですよ。はい。で、それこそ杉田水脈みたいな人って裁判よく負けてますが、なんか別に杉田水脈が裁判負けて何百万払うことになりましたみたいなんて聞いたことないじゃないですか。で、それだからこそこうやって野放しになってるとかっていう話の中で、結構巨額の賠償金が出たわけですよ。194万ですよ。すごくないですか。それにしてもでもこの裁判のやっぱね、経過を見ていると、まあまあいろいろ突っ込みどころあるんですが、まあまあ原告はね、例によってなぜか勝てるわけもないような裁判に、明確に戦う意思を示してたっていうところから始まってるみたいなんですよ。はい。で、このあたりちょっと弁護士 .com の記事が一番詳しいので、少し見とくと、どういう裁判だったかといえば、なんか、ハゲタカ・ワシズ・マサヒコという、まあ、ハンドルネームで、アメーバブログで2016年6月14日に、その川崎デモ、チェ・カン・インジャ、チェ・カン・インジャって、まあ、これ訴えた人ですね。お前何様のつもりだというタイトルで記事を投稿しつつ、日本国に、あだなす敵国人め、さっさと祖国へ帰れ、などと記載をしたんです。で、このチェさんは、同年9月16日、法務局
に、ブログの削除を求める人権侵犯被害を申告したそうなんです。そしたら、2週間後ぐらいの27日に人権侵犯って判断されたんですよ。最近もなんか人権侵犯って認定された行政お墨付きの差別主義者いましたけど、で、この人もブログの書き込みが削除されることになったんです。法務局のこの侵犯をもって。しかし、投稿者ってこの、まあ、差別主義者ですね。差別主義者が、その後も差別の当たりや被害者ビジネスなどと、自分の自己紹介かと思うようなことなんですが、相手に対してはそういうこと言って、で、ヘイトスピーチと誹謗中傷を繰り返し続けたと。で、チェさんは、2021年11月にこれらの書き込みで差別に当たるとして、まあ、その2016年の6月の当該のブログ記事1本に対して慰謝料165万、その後のブログ5本、ツイッターの投稿7本に合わせて140万、計305万の損害賠償を求める訴訟を起こしたと。一方、被告の男性側は、自身の発言は差別的言論に当たらず、差別の当たり屋や、被害者ビジネスは造語で一般的に定まった意味合いはなく、多義的に解釈されるものなであると、などと主張し、争う姿勢を見せていたと。もう典型的な差別主義者でしょ？だから前も言いましたけど、僕の本当にコメント欄に、差別の定義はそのままでいないとかって言う人出てくるんですよ。ど真ん中の差別的発言に対しても。で、なんか、各々差別と感じるものは違うんだから、なんか差別というのが、差別だ差別だと騒ぐなと。で、言論弾圧だとか、表現の自由の侵害者だとかっていうこと言う、まあ、テンプレートみたいなのがあるんですよ。で、まあ、この人も同じだったと。で、まあ、裁判、もちろん当然のように負けるわけですね。で、まあ、これだから杉田水脈も裁判に勝てないのと同じで、まあ、勝てる要素がないわけですよ。ただまあ、その杉田水脈と今回のケースやっぱ違うのは、杉田水脈ってまあ、科検費の件で、その反日的な云々とかって話した、まあ、逆転で負けましたけど、33万しか賠償の支払いを命じられてないんですね。安いじゃないですか。で、伊藤詩織さんの誹謗中傷にいいねをしてたってやつ、もう55万の賠償だけなんですね。あれが過ぎたによってなんか裁判も当たり前のように負けますけど、まあ、それは当然ですよねという話の一方で、なんか全然抑止されてないわけですよ、結局。で、今回なんか最近ね、そのアイヌに関する発言で、まあ、法務局から人権侵犯認定された、まあ、札付きの差別主義者になったわけですけど、本人はでも差別の、なんていうんですか、認識がないとか、差別してないってずっと言い続けてるでしょ、まだ。これ11日に、ちなみに杉田水脈の記事出てますけど、11日の記事の中では、まあ、アイヌ民族に対する侮辱や差別をしたとの認識は全くないというふうに、まあ、記者に対して答えてます、杉田水脈は。すでに謝罪してブログも撤回して話すこともないって言ってるんですけど、でも差別はしてないって言い続けてるんですよ。むちゃくちゃでしょ？はい。まあ、こういう生きてる人間って本当腹立たしいですけど、何に対して謝ってるか云々とかっていうのはないわけですよね。結局は。今回はでもその裁判やってた男性と杉田によってなんかレベル感としてほぼ同じなんですが、まあ、でもやっぱ今回違うかったのは、ヘイトスピーチ解消法っていうのに準じて、まあまあ、これまでにない踏み込んだ判決が出たってとこですよ。で、これ裁判長どういう感じのこと言ってるかっていうと、帰れなどの書き込みは、原告を含む、いわゆる在日コリアンは日本の敵であると何ら根拠がなく断定する悪意ある表現を用いて、その出身地を理由として日本国外排斥することを煽る表現であり、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別発言と解するのが相当であると。ヘイトスピーチ解消法2条の本邦外出身者に対する不当な差別的な言動に該当し、投稿は不法行為を構成すると言い切ってるんです。はい。で、これ僕も前言いましたけど、日本ヘイトっていう人いますが、一応法律上、ヘイトスピーチと本邦外出身者に対する不当な差別的言動って書いてあるんで、日本ヘイトなる概念はないんですね。はい。日本ヘイトって言ってるね。まあ、情弱いますけど、まあ、ちょっと、一回法律読みなさいというふうに言ってあげたいですよね。で、あとまあその裁判長は、差別の当たり屋、被害者ビジネスという表現は、原告の社会的評価を低下させるとは言えず、名誉毀損には当たらないが、別に、デマだから名誉毀損にならないということですかね。ただまあ原告を中傷するために用いられた表現であり、
約4年間という長期にわたって執拗に中傷が繰り返されていたことなどを踏まえると、社会的通念上許される限度を超える侮辱に当たると言うべきであるというふうにあるわけです。で、これやっぱね、改めてですけど、まあ、今回の話から学べるのはね、理念法で刑事罰がないって言われて、まあ、ヘイトスピーチ解消法って特に意味がないと言われてきました。で、これ確か新大久保デモかなんかに対して、まあ、有田芳生さんと、あとはなぜか西田昌司が、これやべえわってなって、議員立法みたいなの作ったっていう確か経過だったと思うんですけど、その法律がね、特段役に立つことなく、まあ、来たと言ってもいいかもしれませんが、今日に至るまで。今回この判例というのは、そのヘイトスピーチ解消法っていうのを明確に根拠にして、賠償金を積み増ししてるということで、まあ、理念法っていうのはこういうふうに使われるんだという、まあ、お手本のようなものになったのかなと思います。まあ、一方で、だからこそ難しい点としては、まあ、今回この方が賠償を高く取れたのは、在日コリアの当事者の方だからっていうことがまあ大きいと言わざるを得ず、例えばよくね、その辻元清美福島瑞穂といった、いわゆる野党の女性議員に対して、同じようなことってよく言われてるんですよ。なんか、祖国へ帰れ的なものだったりとか。うん、でも、辻元さんも福島さんもまあ日本国籍で、まあ、いわゆる一般的に言うところの日本人の人なんで、まあこれでヘイトスピーチ解消法っていうのは適用するのは例えば難しいわけですよね。いかにそういうヘイトスピーチ的な発言をしようが。で、結果的にまあそういう人たちに対して投げかけることで社会的な差別とまあ助長してしまっているにもかかわらず、まあ、そこはちょっと法的には今どうすることもできないというまあ経過がありますと。ただ一方でまあ繰り返しになりますが、これ当事者で抑圧されている人たちがね、こうやって訴えると、これほどの賠償が取れるっていうことになれば、まあ、次なんかまた裁判起きてもおかしくないのかなと思います。だって、ね、その SNS とか見るだけでもわかると思うんですけど、もう本当にその在日コリアンに対する差別的言動ってキリがないじゃないですか。すぐ見つけられますよ。で、しかも、それなんか発散的に言ってるというよりは誰か個人に対して言いに行ったりしてるじゃないですか。新須賀さんとかに対しても多分そうじゃないですかね。似たような感じですよね。うん。まあ、だから新須賀さんとかね、まあ僕人のこと言ったら得意ですけど、まあああいう方々が裁判を、まあ、起こせる要素っていうのはかなりあるのかなと思います。で、ね、一審でこれだけ賠償金が出るっていうのは大きいですよ。で、生きてね、差別の利益なんてないんだとかって言ってる人も、さすがに200万近くの賠償を求められたら、ちょっと頭打つじゃないですか。で、そういうでもしないというか反省ってしないと思うんで、まあ、司法にはね、この判決をしてもらったっていうのは、非常に喜ばしいことだと思いますし、まあ、なかなかね、このあたりなんか、あまり仕事をしてないと言われてきた、まあ、司法権力が、ここまで真っ当な判断をしたというのはね、私は非常に、まあ、好意的に見たいなと思いますね。うん。実際この、ね、300万要求して200万近くってあんまないんですよね。その、1000万要求しますって結構風呂敷広げ目に行っても100万いかないとかっていうのが、まあ、ザラな世界じゃないですか。名誉毀損の裁判とかって。その中でこれだけ認められると本当にすごいことですよ。で、この、訴えられた原告の方はね、まあ、こう、すごく、喜んでおられました。で、その方のコメントの中にも、2016年にヘイトスピーチ解消法ができてよかったと。あの法律ができたことの喜びを思いました。差別の被害を止めるために法律が機能し、2016年から7年という長い時間がかかりましたが、解消法が支えになって今日の良い判決が出てほっとしているというふうにコメントをされています。うん。ヘイトスピーチ解消法がなければ、この判決はなかったという意味で、まあ、この方なんかその立法の、まあ、作るところに尽力されてた方みたいなんですけど、まあ、これは本当に一番いい形で、成果としてフィードバックされたんじゃないかなと思いますね。うん。まあでも国会議員がね、我が国では同じようなこと言う社会ですから、まだまだ問題多いですけど、まあ、少しこう前向きな話が出たということで、まあ、本日は紹介をさせていただきました。本日の動画もご覧いただきましてありがとうございました。役に立ったという方はチャンネル登録の方をお願いいたします。ありがとうございました。